はい、こんにちは、ブルーホースです。いやー、久々に顔出しをしたね。カメラこっちか。はい。緊急で動画を回しております。なのに、なんかこんなちょっとラフな格好ですいません、スポーティーな感じでね。まあ、毎日続いて、マジで大変っすよね。もう死ぬんじゃねえかって思って。いやー、僕もね、サラリーマンをやってますんで。で、在宅とね、訪問を繰り返している身なんですけど、在宅して仕事をしている部屋に残念ながらクーラーがないので熱風を浴びながら日々過ごしているというところです。で、そんなことはどうでもよくって、はい、もうめちゃくちゃどうでもよくって、最近ですね、最近というか去年の10月くらいにおかげさまでチャンネル登録1000人行きまして、その時に記念動画とかってあげようと思ったんですけど、まあ、そんなことはクソどうでもよくって、これもどうでもよくって、で、おかげさまで1000人超えて今、まあ微増をちょこちょこ重ねながら、まあ、1200人というところまで来ているというところですね。年内2000人とかって X の方なんかでは掲げてたんですが、難しいかなっていうのは、確実に難しいなっていうところがあるんですけど、たまたまこの動画に巡り合った方々ですね、ぜひ登録いただけたら嬉しいです。で、今日は何のお話かっていうと、すみません、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、結論ですね、助けてくださいということになります。で、何かっていうと、 YouTube 上にまあいろんな方がですね、時々コメント、まあ本当に時々ですけどコメントをくださっています。で、それはすごく嬉しいですし、励みにもなるんですけど、まあ、一方でやっぱりマイナス、否定的なコメント、批判的なコメントっていうのをいただくことっていうのがあるんですよね。まあ、それがもちろん建設的にもっとこういうことを喋ったら面白いよとか、まあ、こういう部分が何でしょう、その良くない、アドバイス的な意味で良くないよみたいなことがあったら、あの全然 YouTube が自動承認でコメントをこう皆さんが見る動画の中に反映されていくっていうようなものになっているんですが、一方でやっぱりこう端的に言えばバカ、マヌケ、アホとか、あのピーネとかっていうようなことを言うようなに、それあるいはそれに近いようなコメントが入ると YouTube さんすごく優しいんで、まあ、コメントをなんて言うんでしょう、表に言った出さないで裏の方に、裏っていうか承認、僕がしない限りには表には出しませんよっていう状態で留めてくれるような仕様になってるんですね。で、僕もそれなかなか気づかなくって、なんかこう3日後とか4日後とか、あの場合によっても1ヶ月後とか、あんまりそういう普通のその承認されてるコメントとその保留にされてるコメントってチェックする欄がちょっとまた別になってるから、なかなかそこに反映しているってことに気づかなくって、1ヶ月前のコメント見て、あ、こんなこと俺言われてバカにされてるみたいなこととかっていうのが結構あって、でその中に最近言われるのが、結構今任天堂64系のゲームをやってるんですけど、ちょっと前までマリオカートというとデラックスとかやってたから、まだ比較的新しいゲームとかをやってたんですけど、一方でそのゼルダの伝説時のオカリナとか、今ムジラの仮面やってますよねとか、マリオストーリーとか、まあ、ちょっと前だと罪と罰とか、それからバンジョーとカズイの大冒険とかっていうの、いろいろそういう任天堂64のゲームとかっていうのをやってたんですけど、最近ちょこちょこ、もうそれこそ頻度は多くないんですけど、1週間2週間に1回くらい、今更64みたいなレトロゲーム見るバカなんかいねえよみたいな感じでボコボコに言われるわけなんですよ。はい、結論言うと仕方ないっていうところなんですよね。僕も一般ピーポーなんで、そんななんか最新のゲームをこうなんかむやみやたらに買って、でそれを2時間枠とか3時間枠とかでやって、でボンボンボン上げていくみたいな、そのおとじゃさんとかキヨさんみたいな感じでやったりとかっていうのが環境的に難しい。これは言い訳になっちゃうんですけど、事実としてそういうのがあるのと、お小遣い制っていうわけじゃないんですけど、資産に限りがあるので、あの人たちなんかもう億とか稼いでるんですけど、僕は言うてもね、うん百万うん千万っていう程度の稼ぎしかないわけですから、っていうことを鑑みた時に、6000円から1万円くらいするゲームをこうポン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 最新の買って、それを上げ続けるみたいなことっていうのは正直難しいというところになるんですね。助けてほしいという部分に関してはですね、ぜひ僕に最新のゲームこれをやれって、もうあのやってくださいじゃないです、もうそんな下じゃなくていいです、もう上からバーンって言ってくれていいんで、もうこのゲームやれって言って、もう最新のゲームを変えるだけの、まあなんだろう、スーパーチャットとかですかね、あるいはもうものそのものですね、なんか例えばスイッチだったらあのロムとかをバーンって送ってくれてもいいですし、それからダウンロードのなんかコードとか送ってくれるとか、そういうのでもいいので、もしね本当に心優しく、かつ上から来ていただける、これをやれと言ってね、ズバッと言ってくださる方がもしいらっしゃれば、どんどんゲームを買い与えていただけると非常にありがたいというふうに思っています。で、こんなこと自分で言うのも恥ずかしいんですけど、僕ねもう32のおっさんなんですけど、結構自分のゲーム実況の
なんだろう、ワードチョイスがいいとかそんなんじゃなくて、シンプルに全体を通してみたときに、まあまあ面白い人だと勝手に思い込んでるんですよ。こういううぬぼれが全然チャンネルが伸びない原因なのかもしれないんですけど、あとはね、例えば今日みたいにこう喋って実際に顔出しながらなんかワイプとかせめてつけて、あ、こんなやつがなんかうわーとかうぃーとかなんか食いしばりながらやってるゲームとかっていうのが非常に面白いのかもしれないんですけど、ワイプもですね、後ろをこうなんかいろいろね、実際にゲーム撮ってる部屋っていうのはちょっと後ろとっちらかって皆さんに見せられませんみたいなような環境でやってるんですよ。なんかお前も倉庫に住んでんのみたいな部屋でやってるんで、ちょっとなかなかね、どうやってワイプをしながらこう皆さんに実況をお見せすることができるかななんてことを日々考えながらも、ちょっと本業がめちゃくちゃ忙しくて、おかげさまでですねやってるっていうところもあって、ちょっと YouTube の方はもう淡々としたゲーム実況をポン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 としか上げることができてないんですけど、いやでもね、僕のゲーム実況って基本的に安い笑いと下品な下ネタがたっぷり入っているのと、そして何かすやっぱり騒がしいっていうね、もう面白い要素しか詰まってないと勝手に個人的に思ってるんで、そういうのを最新のゲームのバージョンでぜひ見たいっていう方はどしどしとゲームのね、買えるだけのスパチャだったりとか、あるいはもうゲームそのものとかをですね、ぜひ買い与えていただけたら嬉しいなというふうに思います。で、時々その中レトロゲームとか今更やったって見ないよっていう、そこはまだね許せるんですよ。許せるし、そこに関してはもう事実だからご指摘し致し方ないかなっていうふうに思ってるんで、そこに関しては本当申し訳ございませんと。だからこそ今回の動画を出してぜひ助けてくださいっていう思いでいっぱいということなんで、協力いただける方もう本当に心から感謝申し上げますし、差し支えなければ動画内でそのゲームをやりながらその方のお名前なんかも出させてもらえたらなというふうには思ったりもしています。ただ一方でこれもそのレトロゲームやりすぎだみたいなことよりもさらに頻度が低いものではあるんですけど、シンプルにおもんないとか、もう本当にピーネとかね、で DEAETH っていうね、おしまいですみたいなやつとかって言われることとかもあるんですよ、あるんですよ。でそういうやつらに関してはマジでこっちからブチうんなっすぞっていうような思いもありつつも、まあでも結局 YouTube にすら認知されないようなコメントしか残すことのできない低知能の皆様に関しては、もうあなたたちチンパンジーとイコールですよっていう思いを僕は勝手に思って、表に出すこともなく、あ、 YouTube にも認知されないんだったらもうこっちの方でもそもそもコメントがなかったように削除しておこうっていう風にするんで、あ、そういう無駄な時間と労力を割くくらいでしたら僕の動画見なくて結構ですというところですね。はい、面白くない面白くないっていうことを言われる前に、自分でさっき自分で面白いと思うんですよねと言っときながらも、ハマらない人には全然面白くないっていう動画を上げている自覚はあるんで、ぜひですね、ちょっとなんかこう仕事でストレスが溜まってるなとか、なんか育児で疲れたなとか、なんかこうちょっとスカッとするものを見たいなっていうような時には関しては、もう32歳のおっさんがただいろんなゲームでどんなジャンルであったとしても叫びまくって下品な笑いをお届けするっていうようなスペシャルコンテンツをお届けしていますんで、ぜひそれにハマる方に関してはですね、動画ゲーム実況この先もご覧いただけたらなというふうに思います。この先もいつくらいかな、ちょっとため撮りって言ったらあれなんですけど、桃鉄をもうそろそろ始めようかなって思ってます。で、その桃鉄のやつも、なんか100日後に死ぬワニとかあったんだけど、何日後になんとかになるみたいなとか、いろいろ貼ったじゃないですか。まあ、100年後になんとかっていうちょっと企画を立ててやっていこうかなっていうふうに思ってますんで、どこまでそれが実現できるかってかなり難しい企画になってるかなと思いますが、まあ、100年後にどうなってるかっていう、もちろんその1年に1本しかあげませんじゃなくって、ちゃんと今、2、3日おきに定期的にあげていってるんで、まあそれにちなんで100年やっていこうかなっていうふうに頑張ってますんで、そちらもぜひご覧いただけたらかなというふうに思います。ということで改めまして結論ですね、お金もしくはゲームくださいというのが今回助けてくださいというような内容になっておりますので、ぜひこの動画に巡り合っていただいた方々ですね、私のことを助けていただけたら心より感謝申し上げます。よろしくお願いします。もう久々に顔出してね、去年の8月9月かワールドカップルカドンチッチョ見に行こうっていうような動画を上げてから、こんなね まさかペコペコするような動画を顔出してやるとは思ってなかったんですけど、そういう裏事情で、まあ、いろんな人にボコボコにされてですね、こんな風に今なんか快活に喋ってるように見えてかなりメンタル来てるんで、はい、ぜひ皆様のお力を貸していただけたらなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。ではこの辺りで終了とさせていただきます。また次回ゲーム実況でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。